はい、えー、ちょっと話題になってる話をね、えー、ちょっと上げていきたいなと思いますけども、えー、この画像ではないんですけどもね、えー、鳥取県のあ上空にですね青い帯をこう目撃したということなんですけどもまあ結構いろいろこう言われてたりもしましてですね、ま、青い渦巻き水色のひ、ま、柱青い光虹といったあいろんなですね予想とか。 えこう、ものを見ているということで、まあなんか UFO みたいなヒなのかなと、よくわからないので、こうね、撮影してみたということで、非常にこう神秘的な光景ということでございます。ということで、えー、まあちょっとこれについてはですね、えー、まあ天気のこうですね、えー、まあ気象用語であるんですけども、これはですね、えー、白明光線と呼われる気象現象の一つなんですね。で、ここに映ってる画像の 物も,のもこう青い、なんでしょうかね、ライン上でこうねえこう広がってるじゃないですか。これも同じなんですよ。これは、太陽の光がこう雲の隙間を抜けていきまして、それが水滴に当たってできる現象ということなんですね。日も同じようなメカニズムでこう起きるんですけども、またそれとはちょっとね、 えー、メカニズムは一緒なんですけども、えー、またちょっと、えー、間違ったところがあるということなんですね。まあ、この白目の時に見られるということで、まあ、白目光線と言われていると、まあ、早朝とか夕暮れ時に見られるということなんですね。えーまあ、今回のまあケースということで、雲の塊に、えー、こう太陽光が遮られまして、影になった部分が青く見えたということなんですね。 夕方の白明光線というのは、積乱雲が発生しやすい夏場によく見られるということなんですけども、まあ、青色の柱がくっきり見える、現れる光景というのは、まあ、そこまでないということで、まあ、珍しい光景だなといったところなんですよね。と、えー、ということで、<music>